はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのお一人です。先日のですね、スナップ写真の、お話ですね。本当に多くの方からコメントをいただいて、でやっぱりスナップ写真が撮りづらくなったということについて、皆さん同じようなね、お悩みを持たれているかなということがよく分かりました。なんですごくね、まだ返信いつもしていないんですけれども、あ、やっぱりね、カメラを持って、街中で本当にね、自分の好きなタイミングで撮影するのがちょっとね、難しい時代になってきてるのかなと思って、ずっと文章を、皆さんのご意見をね、拝見していました。ですけどね、逆にちょっとね、変化が現れているっていうことも感じています。それは何かというと、やっぱり昔、以前はですね、なんていうのかな、後ろめたそうな写真を撮る人たち、カメラで撮っていたんですけれども、最近はね、盗撮ですとか、それから、問題になるような写真っていう、こそこそ写真を撮る人たちがね、もうスマートフォンになってきてますよね。なので逆に私たちのように、もうカメラをね、正々堂々と持って撮影する人間に対する、風当たりが、スマホの普及によってかえって、この間もね、私大宮でしたっけ、ホテルで、エレベーターに乗るときに、ミノルタのアルファ57をぶら下げてたら、一緒に乗られた男性の方が、一眼レフカメラですか、そのカメラっていうふうに、カメラを持って、歩いている人がもう本当に、稀な存在になってきたんですね。しかも、ミラーレスじゃなくて、古い一眼レフカメラっていうことで、本当に珍しそうに、それでなおかつね、一眼レフカメラいいですねっていうふうに、私より若い男性の方から言われた時に、なんかね、今までのようなカメラ持っていることに対する、なんていうのかな、ちょっと気恥ずかしさっていうよりは、一眼レフカメラ持って歩くこと自体が、ちょっと、趣味性の高いものになってきたのかなっていう感じはします。ですので、コメントにもありましたように、もう写真撮る時にはね、もう堂々と本当にこそこそしないで、で、いかにもやっぱりあなたたちを撮ってるんじゃないんですよ、っていうふうに、あなたたちを撮ってるわけじゃなくて、あなたを撮ってるんではなくて、私はここの、こういう景色を撮ってますよっていうような、明確なね、姿勢で、撮影 するしていればね、もうよほどのことがない限りね、取り押さえられることはないんだろうなと思いました。ということでね、わざわざね、目立つ青いストラップをつけた一眼レフカメラを持って歩いて、本当にね、羨ましそうにっていうか、なんていうかな、懐かしそうにとかいうか、男性の方から声をかけていただいた時に、時代はもうこういう一眼レフカメラを持った人っていうのは、一種特殊な人なんだろうな。確かそりゃそうですよね。昨日も昨日とついと行ってきた山形県に行った時に、首からカメラをぶら下げて人間って結局ね、私一人だったんですよ。私一人だけです。その前の時にはね、
山梨、大月、大宮、弘前に行った時には私以外にもう一人いたんですけど昨日一昨日の往復は私たった結局一人でしたからねまあそりゃまあ、あの変わった人には見られるだろうけど、あのカメラぶら下げて撮影する人を、まあ、盗撮してるとは思わないでしょうね。ということでちょっとあのお前お気が長くなりましたけど、実はね、今日はね、せっかくちょっとね新兵器を手に入れたんです。っていうのはその新兵器は何かというと、このペンタックス K01 ですよね。これを購入したという話をして、昨日もねこの K01 持ってきていました。本当にね、本当にもう単純に気に入りました。単純に気に入った。あ、ファインダーがなくても、この K01 このデザインだったらねもう全然問題ないんだ。ね、かっこいいな。しかもこれね、首からぶら下げて、あの黒いコートにこれぶら下げてるんですよ。で、それこそ、山形県の川西町の、駅でね、ぶら下げてたら、80歳くらいの女性の方にね、写真を撮りに山形まで来ていただいたんですかっていうふうに声をかけていただいて、あの仕事ですけど、あのカメラが好きなので写真あのいろんなところで撮影させていただいてますなんて話をしたら、僕あのカメラ持って来る人ということだけでね、あの声かけていただきました。ということで、実はねこのカメラ買いましたよっていう風に、動画を作ったらみんな、私はパンダに見えたんですよ。これパンダパンダですよね。白と黒だから。そしたらパトカーだっていう人いましたよね。皆さんね、パトカーみたいって言われましたので、確かにね白と黒であのパトカーみたいに見えるのかなと思いました。ただあのご意見の中にね、やっぱりねファインダーが欲しいな、ファインダーがあったらあの、ペンタックスのカメラってやっぱりファインダー覗いて撮るのがペンタックスのカメラみたいだよなみたいなお話もありました。ということで、実はねその後ねこれ21ミリなので1.5 倍すると、まあ、31ミリくらいなんですね。31ミリくらいです。31ミリ2ミリくらいなんですね。で、スナップ写真には本当にちょうどいい画角で、撮影しやすかったんですけど、そうか、これにファインダーか。そういえばね、例えば GR とかにもわざわざ外付けファインダーあったりするじゃないですか。これにファインダーないのかなって調べたんですよ。そしたらこのリコーのペンタックス K01 にファインダーなんかあるわけないですよね。外付けファインダーなんてあるはずはないわけですよ。と思いながらもいろいろね探したんです。これにつけれるファインダーってないのかな。31mm でもね、これどうしたって電源入れると後ろの液晶モニターは必ず表示されるわけですよね。なのでこれ消えたらね、逆にノーファインダー、ノーファインダーで撮るような形になるので消えたらいいのになとか思ったんですけど、どうもね消す方法ないのかな。
取り鉄ないのでね、そこまで細かく見てないんですけれども、ちょっといろいろ試したんですけど、ここをね消せればバッテリー少なくていいのにな、そうすればねノーファインダーでこんな風にして、撮れるのになーなんて思いながらも、ファインダーを一生懸命探した。そうしたらね、いろいろ探しましたよ。楽天探したりとかヤフーショッピングとか、いろんなところを探していくうちに、実はねほら今日ね届いたんですよ、アマゾンで。今ね帰ってきて、今ここまでビリビリビリっと破いたんですよ、ほらまだ出してないんですけど。で、あ、そうだ、これはねきっと動画になるだろうということで、ここまで破いて、で、ちょっと待てよ、ちょっと撮影の、準備をしてからこれを開けようということで、これから開けてみます。どんなものが入っているのかぜひ見ていただきたいと思います。しかもこれに取り付けできるかどうかもまだ分かんないんですよ。はい、ということで皆さんと一緒にね、開封動画っていうほどじゃないんですけど、これ見つけちゃったんでね、なんとね、31ミリだっていうんですよ。なのでちょうどカメラ、このカメラにちょうどいいファインダーなんですね。はい、そのカメラ、ファインダー何かっていうと、ほら、あれ、まフィルムのケースに入ってました、これ フィルムのケースで、これね、ギズモン、なんて言うだろう、メールビューファインダーなんて言うだろう、ギズモンっていう会社ありますよね。いろんなものを使って、いろんな変わったものを作っている、その会社のファインダーです。これビューファインダーですね。ということで開封をしてみたいと思います。本当に今いけるんだけど、取り付けできるんですかね。ギズモンなので決して高級感のあるものではないです。で、高級感のあるものでは、どこだったっけな、確かね、7500円で、もっと高いファインダーあったんですけど、まあ、つくかどうかも分かんないんでね、しかも、まだ20、そちらは28ミリだったんですよ。で、こちらは31ミリでぴったりだったので、こちらを購入しました。こんな風にね、入ってます。はい、ほら。見てください、ビューファインダー、こんなちっちゃいの。はい、これをねちょっと取り付けてみます。取り付けてみたいと思います。これ取り付けたところ全然意味ないんですよね、正直なこと言って。ただ皆さんがね、ビューファインダーあったらいい、面白いのになーなんていう話をされていたので、これってこんなの買ってしまったんですよ。はい、ということでつけてみますね。いよいよつけてみます。もう正義の瞬間かい。ちゃんと入るかな。おつきましたよ、これこれ、ほらで、お、結構ね、うん、ちょっとこれでシャッターしてみます。結構この画角で撮ってみると、あ、一緒ですね。このファインダーを除いて撮った絵と、はい、写ってる絵がほぼほぼ一緒です。まあほぼほぼだから、まあ、100% という表現がいいのか分かんないんですけども、
ファインダーを覗いて撮影をする。おお。あ、ファインダーとね、本当に一緒ですね。ファインダーと同じ写真が撮れます。ちょっとこれ、じゃあここ撮りますね。よし、撮りますよ。あ、近いとね、さすがにずれますね。これだけ近いとずれます。なので、ちょっと離して、近いというかね、ちょっと離して、まあ、ここの距離だけ、だいたい換算をして撮影をすると、ほら。ほら。これなんか面白いくないですか。これ実はね、映るんですのレンズを使ったファインダーらしいんですよ。映るんですのレンズを再生して作ったあのビューファインダーらしいです。なので、再生利用されてるわけですよね。でしかもあの、ただ覗くためのあのなんていうかな、レンズじゃなくて、もう映るんですようにちゃんと作られたレンズなので、あの思ったよりも綺麗にね、あの見えます。思ったようにっていうか、本当に綺麗にね、あの、見えます。これは素晴らしい。あの近いとやっぱりここの差を計算しなきゃいけないんですけども、ちょっと遠いところだと、もうそんなことって、まあ、ほぼほぼ関係なくなるじゃないですか。こんな感じでね。うん、これは面白い。これは素晴らしいものを購入してしまいました。実はね、私このカメラを購入した時に、ここの、シューアダプターというか、シューカバー、ペンタックスのシューカバーどっかにあるはずで探してるんですけど、ちょっとなかったんですよね。で、この、ビューファインダーを見つけてしまったので、これそれつければシューカバーいらないなって思っていました。で、結構ねしっかりほらあのテーパーになっていているので、そんなに簡単にほら取り外しができないんですよ。結構しっかりしてます。おお、これは素晴らしいな。これ多分私の動画見てね、きっとこのビューファインダー欲しくなる人絶対いますね。いるかい。でも 21mm なので、ちょうどいいあのあれですね、ちょうどいいあのビューファインダーです。これだから、これこうやって普通にあの写真を撮るときにこういう風に撮った方がなんとなく写真撮ってる感ないですか。気のせいですかね。写真撮ってる感ありますよね。こうやって撮るよりね。古い人間なんで、ビューファインダー覗いた方が良くないですか。これこれはいいな。これね、ちょっとね難点があるんですよ。こんなに ちっちゃくて、あのちっちゃいものなんだけど、値段はねやっぱり結構します。なんとね、このビューファインダーいくらぐらいすると思いますか、皆さん。まあ逆にいくらぐらいだったら買いますか。私はね、あのギリギリでした。ギリギリ、もうこれ以上高かったらちょっと買わないかな。まあそれだったらもうね、あの金属製の、ビューファインダーあるんだったら、まあ、金属製のものだとね、例えば、フォクテレンダーのものとかって言ったらもう2万3万するじゃないですか。もちろんね、しますよね。で、まあ中国製のある程度金属製のしっかりしたものが7500円くらいしたんですよ。
なんですけども、このビューファインダーね、実はね3080円だったんですよ。なので買ったんです。もうギリギリこれ以上高いとちょっと無理かなって感じだったんですけど、でも3080円以上の価値ありますね。これは面白いな。これ面白いですね。例えばこういう風にしてちょうどど真ん中にして、iPhone をど真ん中して撮影をしてしまうとどうなっちゃうかっていうと、ほらちょっと iPhone が上に行っちゃうんですよ。そうですよね。なんですけれども、ちょっと iPhone を下にして撮影をすると、そうするとほぼ iPhone が中心になる。なんでこんなにね近接でスナップ写真撮ることはないので、そんなことは全然気にする必要はないんだけれど、もうこのビューファインダーおったらこれすごいな。多分ね、あの私のこの動画を見てね、この、ギズモンでしたっけ、ギズモンの、ビューファインダー、ほら見えるかな、ギズモンのビューファインダーきっと買う人がね、世界中で何万人もいると思いますよなんていうんですか、そんなわけないですよねそんなことはわざわざしませんよねということで、今日はねこういうもの好きなんですよね。こういうなんか小物好きなんですよね。ちょっと散財したような気もしないでもないですけれども、でもこれは本当に普通にいいですね。普通にファインダーを覗いて撮影ができるっていいですね。ちょっとね、確かにこういう風に撮るのってあのちょっと味気ない気がするじゃないですか。でもこういう風に撮るともう撮影してる気分になりますよね。またしょうもないものを買ってしまったですけど、きっとこれは、もしかしたらあの見て買う人結構いるような気がします。はい、まあ今日も散財をしてしまったというお話でした。でもこれは良かったな。これは本当にいいです。もう逆に言うと、このレンズプラスこれじゃないと使えない組み合わせなんでね。このレンズプラスこのレンズのセットじゃないとちょうどよくいいファインダーじゃないので、これであの本当にもうスナップ写真撮りたいと思います。実はねもう最近ついもうあの明日からねまたちょっと出かけるあの用事が、まあね、年内結構あるので、このセットでまた持ち出してみたいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんもなんか私みたいなしょうもない買い物することはないですかね。ありましたらぜひ教えていただきたいと思います。今だからのんびりフィルムカメラのひてるほとでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。